はい、2番目ですね、フリーエネルギーですね、私の。まあ、一部だけのフリーエネルギーですね、完全に 100% のフリーエネルギーじゃないですけども、電線型の電極ですね、導電炭素繊維にね、絶縁物をコーティングするんですけども、そのコーティングは水が通るようにね、細かい粒子の中に穴が開いてるね、絶縁物ね。でその上にまた同じようにアルミニウムをコーティングするんですね。で電線型の電極になるわけです。で水が流れるようにするわけですね、間にね。そういうコーティング方法をした、電線のコイルですね、2極ついてるわけですね。アルミ電極と導電炭素繊維の電極がね。でそれで隙間なくバッテリーの中にこれを張り巡らすわけですね。そうすると表面積が多くなるわけですね、導電繊維とアルミのね、水に当たる部分が多くなるわけです。その針金電極ですとね、酸素になってるわけですね、導電炭素繊維と絶縁物とね、アルミニウムですね。アルミニウムと導電の炭素繊維だけをね、絶縁にするためですね、水は素通りになるようにするわけです。アルミニウムの電極ですから、炭素繊維の電極ですから、2つのね。でその電線を張り巡らすわけですね、バッテリーにね。だから、その2つが電極なわけですね。だからもう密集するわけです。でその中に水入れるわけ、針金の中密集してる、だから間はないわけですけどね、その中に水分を入れて、で水分を補充していくわけですね。どんどんなくなっていく、水分とアルミニウムなくなってきますから、分解してきますから、電気を起こすとね。でまた発電させるわけですね。それでね、電気分解をして、酸素と水素とね、水をね、酸素と水素と酸素水を作って、でその蒸気を爆発させてエンジンを回すわけです。でエンジンはまた発電機を回してね、バッテリーに充電すると。それでバッテリー、その電気だけじゃ足んないんでね、電気を増やすためにね、アルミニウム材質も分解していくわけですね、電気を起こすね。そういう型のフリーエネルギーで、完全なフリーエネルギーじゃないですけども、材料は燃料はアルミと水だけになります。だから水とアルミの燃料のバッテリーですね、これがいいということで、発電機もこれになりますね。家庭の発電機だったら洗濯機ぐらいの大きさで間に合うんじゃない、間に合いますね。だからそういうのが売られてくると思います。モジュールになってね、交換という形になるわけですね、バッテリーだけね。アルミだけなくなりますからね。だから炭素繊維を残るから、導電のね、炭素繊維が残るからアルミだけ交換できるようにしておくといいんでしょうけどね。電線型の電極、容量の多い電極はにするのが難しいわけですね。コーティングした場合はね、それも一体型だから導電炭素繊維も捨てないといけないわけですね。フリー電力ですけど、実際は違うわけですね。アルミニウムの電池ですから、ね、ただ繰り返してモーター回してまた発電させますからね、エンジンで爆破させてね。だから動力でも使えますし、発電機として使うわけで、まあ実際発電機として使うわけですからね。で発電機のコイルも反動、抜くときに力加わるんで、
より流し電極というのをやるとまた効率よくなりますけどね、発電機でね。これは作ってる人いますけどね、昔からあるんですよね。特許に出しただけでしょう、彼らはね。永久磁石でね、発電するときに、流して外すときの電極というのが力がかかるんですね。それを負荷を減らしたということですね。まあいい方ですね、彼らのはね。もっといい方はあると思うんだけどね。特許、世界中に特許出してるみたいだけど、15億円ぐらいかかったとか言って、かかりますね、世界中だとね。60何カ国ですか、特許ね。早く2倍以上稼がないとね。10倍以上稼がないとね。で、私は個人としか使わないから、関係ないですけど、時はね。買えばお金かかりますか、特許は払わず、自分で作った場合はね。商用で使ってなければね。特許料取られませんから。で、私も昔から知ってますからね。で、取られませんからね。商用で使わなければね。で、まあそのフリーエネルギーで使うためのエンジンとかポンプですね。時間もかかるかな。43秒ですね。サンディープリンターで電線のね、アルミで同じように改造する、サンディープリンターを改造すれば作れるということですね。まあ高熱になるんで、この改造は大変ですけどね。全然変わりますけどね。全部燃えちゃうからね。そこら辺はしっかりしたものじゃないとね。すごい熱いですからね。ファンは相当強くすればいいんじゃないかな。ね。周りだけね。印刷する部分は熱くないとダメですからね。冷やしちゃまずいから。その周りを強引にね、